はい、皆さんこんにちは。ドッグトレーナーの伊藤哲郎と、私のパートナーの小鉄くんです。おっと、いいね、メガネ間違えてました。すいません、娘のちょっとメガネ買っちゃいました。はい、ということでね、すいません、こんなくつろぎモードで始まりましたけれども、ドッグダンス1曲できるまで追跡コーナーの第2回ということで、前回でちょっとだけね、やってる練習も進んできたかなと思います。まだまだ全然1曲できないんですけども、ちょっとね、また練習風景などを見ていただきたいと思います。それでは早速どうぞ。はい、まずは人の準備体操がですね、なんか変なとこ切れちゃまずいので胸に伸ばしておきます。なんかよくわかんないけど甘えてくるやつがいます。かわいいですね。よし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 。はい、ここからはちゃんと犬もストレッチしてあげましょう。回転系でよく使う、両脇腹を伸ばしてあげるストレッチです。これやっとくと結構回転スピードなんかも変わってきます。そして、上を見上げるために首の筋肉をとっても使いますので、アイコンタクト取りやすくするためにも首を伸ばすストレッチ。さあ、あと一番ドッグダンスでよく使うのが後ろ足ですね。後ろ足の動きはそんなに普段お散歩したりとか前に進むだけではあんまり細かい動きっていうのは使ってない場合が多いんですけど、一方向だけなんですが、横に歩いたり後ろに歩いたり後ろ足上げたりね、いろんな動きするので後ろ足のストレッチをおよびウォーミングアップっていうのを入念にやっておきます。あとは前足もよく上がるように伸ばしておきます。はい、やっとここから人の振り付けの練習に入ります。さあ、なんかぎこちないね動きでしたけども、今やった部分をちょっと犬と一緒に動きが合うかどうかっていうのを練習しているところです。はい、まだまだ練習がね必要ですね。全然曲の進行に追いついてなせんので、ちょっと詰めていきたいと思います。さあ、続いては、ちょっと外に出て、遠隔トリックの練習ですね。これもちょっと曲の後半で入れたいので練習しています。まずは、バックしてから横歩きで円の動きをする、そんな練習です。
その次は、バックして今度は前進、また振り返ってバックで、また向こう向いて前進。お見えね、遠いというトリックです。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ全体から言うとまだもう3分の1もできてないぐらいですね。やべえな、間に合うかなって感じですけども、5月のね頭ぐらいにちょっと踊る予定ではおりますので、頑張って練習していきたいと思います。あえて人の動きがだんだん、僕なんか特に振付師とかの方にね何か頼んでるわけではないので、自分でこうミュージシャンのねプロモーションビデオとか見ながら、なんかいろいろダンスの動画なんか見ながら研究して振り付けをやってみたり、できないもん諦めてみたりで、できる中で犬との動きで合うものをチョイスしながらちょっと練習していってるっていう段階ですね。で、あとは後半にあったみたいな遠隔操作っていうのは、やっぱりどうしても犬とってもとても難しいムーブですので、人の動きは関係なしに遠隔操作だけの練習を念入りに今しているところでもあります。まあ、あれが活かせるようになれば、会場をこう広く使ってね、かっこよくできるんじゃないかなんていう想像しながら練習しているところでございます。さあ次回はね、もうちょっとねマシに少し半分ぐらいは通してできたのをねお見せしたいんですけども、なかなか人の振り付けも追いつきませんね。で頑張ってみたいと思います。小鉄くん、いけそうですか。あまりいけそうでもない感じもしますけれどもね、2人で頑張っていきたいと思いますので、また次回楽しみにしていてください。では。